始まらないから、始めたそれだけ。おー、おはようございます。のちゃんです。のちゃんです。お邪魔します。すごい拍手。このグールはこうお人を食っちまうあれじゃないですか。あ、ごめんなさい、私ちょっと言葉悪いところあるので、ちょっとごめんなさい、食っちまうんですけど、でもそういう怖いとかそういうところだけではなくて、大丈夫ですか？全然大丈夫ですよ。皆さん本当に楽しんでみてください。語っていただきたいんですけどね。そうですね、もう本当でもうここでね、こう座って話したいくな。実はですね、今回りんごちゃんがこの舞台挨拶のために本作の主題歌をなんとここで歌ってくださると、初披露してくださるというふうに伺っているんですが、はい、あれ、りんごちゃんで女王蜂だったんですか？すごい、すごい。本人もまだ歌ってない。本人もまだ歌ってない。そうなんですね。お願いできますか？はい、せーの、ミュージックスターティン。皆さん声出せないんですか？皆さん声出せますよね？本当出ますよね？あ、ね、行きました。行きました。端っこで歌う感じなんですか？この場所で。ここでいいですよね。もうちょっと真ん中に。じゃあもうちょっと真ん中に。もうちょっとね。あら、やだ、予定外。すみません。ありがとうございます。一回だけじゃん、もう一回だけ。もう一回いきます。皆さん声出していきましょう。せーの、ミュージックスターティン。練習してきたんですけど、だいたい音響さん失礼いたしました。音響さんのせいってことですね、これはね。素晴らしかった。いや、素晴らしいですね。久保田さん素晴らしかったですか？何度見てもなんか一瞬時間、時が止まってしまう。私も止まってます、いつも。もう気づいたらまたりんごちゃんなので。いや、本当に声出てんのかなって確認しに行ったら本当に出てるから、すごいなと思って。初めてですね。初めまして。お芝居がこんな感じだったっけな。本作のために駆け抜けた皆様に贈りたい歌があるということで、りんごちゃん、もう一曲歌っていただきたいんですけれども、よろしいでしょうか？はい、せーの、ミュージックスターティン。お疲れ様でした。なんかやっぱあれですね、はい、武井さんのこう歌うの、えってこう入る前のこう、えってこうあれがね、すごく強調されてたんですけど、それは見えますか？はい。えって。いや、くる。いやって。なるほどなるほど。雲と全然違う。ただしゃくってただけ。全然できませんでした。